後ろにいる相手に対してかかとで蹴り込む技である。また故意に相手に背中を見せ油断させ蹴り込むことも効果を生む。つまり相手の油断を利用するわけである。蹴り込む足は必ずかかとまたは足の裏全体で蹴り込む。A técnica preferida é Yokogeri, só que eu uso de uma maneira diferente, enganando o adversário e atacando por cima da defesa dele. Por exemplo, Yokogeri geralmente é usado de frente, só que eu por trás do adversário procuro acertar o rosto dele. Por exemplo, aí ele quer dar um Monshikeri, quer dar um Monshikeri, eu esquivo e por trás do adversário acerto o rosto dele.Isha, Isha. Ia! Nossa. 基本ですから、先ほどから続いてます立ち方、まだ丹田とかは一緒です。そして当然受けは正拳でほとんどやりますから、しっかり正拳を握るということと、どういう受けをやってるかという意識しながら、上段受けなり外受けなり内受けなりしっかり意識しながらやるということと、常に受けであるけれども攻撃精神を失わないということが一番大事です。拳は正拳を握り、上へ弾き飛ばすように相手の上段突きを受ける。腕を素早く上げ、受ける瞬間に拳の裏を相手側にひねり、腕の小手部分で相手の拳を上方へ跳ね上げる。片方の手は脇下に強く引き、次の攻撃に備えることが大切である。また、跳ね上げた腕の動きが大きすぎてもいけない。つまり自分の頭上をギリギリまで防御すればよいのである。この時腕の角度は45度、額と受ける腕の間は拳が2つ入る程度である。
正拳を握り、肘を曲げ、第三急所から最短距離で振り下ろし、相手の中段突きを外横へ受け流す。片方の手は上段受けと同様に脇下に引きつける。角度はやはり45度。中段外受けは受けた時相手の体勢を崩すことが可能で、実戦で用いるチャンスも多い。受ける時は必ず体を半身にすること。正体では受け損ねて相手の突きを水月に受けることがある。中段外受けと対照的な内受け。握った拳を反対側の脇の下に入れ、内側からひねりながら交差するように胸の前に振り出し、相手の突きを外側へ受け流す。この時内側から外側へ半円を描くようにする。受け手と引き手を顔の横で交差させ、受け手は下へ打ち下ろし、引き手は脇下に強く引きつける。相手の下段蹴り、あるいは下段突きを外側へ払う時に用いる。特に下段蹴りを受ける場合は蹴りの威力を十分に考慮することが必要である。中段受けと下段払いを胸の前で交差させながら同時に行う。相手が中段と下段をもろ手突きで攻撃してきた場合の受けである。また中段受けで相手の手技を受け、同時に下段払いで突き蹴り技を受けることもある。高等技術の受けであるが、これがきれいにできると相手の体はがら空きになるので、どこへでも攻撃ができる。Nice!